ヤガチャガチャンネルは年の瀬も試練に試練地獄かなないというわけでございまして、皆さんどうもヤガチャッチャーというわけでございまして、私ヤガミことヤガミハイテがお送りしております、フーラの試練5プラスやっていきましょう。さて、まあ前回から今回にかけてのトピックスはあれですね、合成の壺を持ってるっていうのと、あと不幸の杖を持っているので、無理くりレベリングは果たそうと思えば果たせるよねと。なのでこれをどういう風に活かせるかっていうのが結構重要かなという風に個人的にドーン思ってるところですね。で、どうしようかな、こうか。で、おーっと通行できないのは困ったもんですな。変換の盾な、ケースバイケースなんだよな、変換の盾は。石はいらねえや。で、壺なぁ。壺なぁ。とりあえず、モンスターがいてくれれば、モンスターに向かって一回、挑戦し、恨むぞ。どうしようかなぁ。ちょっと運用が苦しむところがありますね。防御アップは素直に倒しとこうかな。でもなぁ、変換つけてもいいかもしんねえなぁ。すげえ悩んでる。やば。まあ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 。で、おにぎりがあれですね、焼きおにぎりになっちゃいましたね。なんかある？え？なんでいけないの？あ、穴開いてんのか。さて、胴たぬき先人脳の識別。なるほどねー、なるほどねー。窓をただの吹き飛ばしの2。魔物呼び、獣、鉄で、まあまあ金作るじゃない。で、ちょっと外で、焼きおにぎりはしょうがねえわな。ここら辺でしか、あー、なんだこれ。おい、たたり、ほーで、ラッコゾワゾワか。で、改めてもう一回入って、大きな牙が9か。今回で言うと風魔鉄、悩ましいな。まあ、とりあえず満腹度のためにこれ買っとくでしょ。ギタンって売れないんだよね。ああ、だよね。で、まあ、識別もあって困らないから。で、こいつワンチャン保存じゃねえか？違うのか。まあまあ。これなんだ？これはわからんの壺ですね。これわからんの壺。で、これはただの壺っぽくない？あ、なんだったら、なんだったらこれを識別しといた方がいいんか？だから十路陣も売って、で、商品の識別で、で、こうすることで空振り、これは255ギタン。で、ただの壺。あ、これ保存だ。買う買う。これが保存そんな値段か。
まあ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 、でもこれで結構アイテムのコンパクト化には成功したので、だしただの壺がただの壺だったってことも分かってちょっとびっくりでした。まあこんなもんか。いや悩ましい状態が続いてんな。でまあまあドラゴン層か、しかも祝福ドラゴン層。さてで目薬層飲んで、まあとりあえずちょっとでも満腹度をね。ゴリラの巻物、おにぎり落とさねえかな。よいしょ、手順的にはねこの順番でいかんと。あー腹持ちっていう安心感さえなんとかしてくれれば、別に武器がめちゃくちゃ悪いとかってわけじゃないから脈は感じてるんだけどな。んでやめて、よいしょ。で、バラの草、こんだけいたらこの行列はおにぎり1個出せよ。で、すげえすげえすげえ、よっしゃー、ありがてー。のぞく、不幸を取り出す。でもただのおにぎり、あーでも腐ったらもうともこもねえわ。でおにぎり入れといて、ほい、ラッキーで、まさかの右が増えるっていう。で多分だけどおにぎりクマっておにぎりの確率が上がるのか1個しか落とさないのかがいまいち分かんないんだよね。でまあ11回が終わって、次は石か。でよいしょ、ほい。でまあこいつも倒して、あーめんどくせえな。おーっと、はい。あーやっぱこの効果強いね。絶対火だめ減ってるもんね。だ剣の効果、あ大きいおにぎり、ラリガテーゼ。なので保存から一時しのぎでも取り出して、いやこれは安心ですね。でおにぎり食べといて、で入れるで、大きいおにぎりだからこれ別に一時しのぎ取り出さなくてよかった説ありますが、バラ色の草、成長の種か、めんどくさい。あーそうですよね、今回メッキが手に入ってないんですよね。さあ12階から13階、あーポムポムが邪魔くせえ。そうポムポム逃げて、あー応援しちゃうのうるせえ。でなんだっけあいつで、腕はね鑑定してないと忍ともかんともですよ。で強制死じゃないの分かってるだけでもありがたいから、素早さそうか。おーいくら攻撃力上がっても混乱したらそんなもんだよ。いいぞいいぞ。ああ満腹度問題はだいたい解決できてるし、そっか星の腕輪があったか。で桃もあるからこれはほとんど完璧って言っていいぐらいお腹はもう問題ねえわ。だってここに大きいがあっておにぎりがあって、あおにぎり食おう。でなおかつ柔らかい桃になるまで育ててあげれば目つぶしされてもいいような、よしよし。できればねあれですね、シブクリンでギャンブルしたいところっすね。せっかく右が15個もあるんで、
だ右にちょっとかけたいな、むしろで、よいしょ、可愛いんだけどね、デザインは。おっと、いやでもそうっすね、そう、状態異常は別に。なるほどね、あいつ倒しやすいから敵のレベル上げちゃう系か。さてさて、生地の巻物、真空切りか、ゴリラ予防の巻物、まあ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 、で歪んだ壺、空っぽ、獣の盾、なんだこれ。いやー、鑑定がしづらいからとりあえず売ろうかなっていうものを全体的に入れとこうかな。あー、高級店だ。とりあえず一律になっていただいて。いやいや、耐久が高い敵が途中でね、ああやって止まってくれるだけでも超ありがてえからね。で、まあまあまあ、不幸の杖は完全に逃走用アイテムだもんな。敵の戦力削りに貢献するアイテムだから。おお、ここでのスーパー状態っすか。外します？で、外しまくってんな。なんでみんな右左下に行くんだろう。で、コウモリの巻物、一時しのぎ、一時しのぎは、さあ、カッパのレベルが上がったが、よいしょ。あれか？あれだな。どうしようかな。あ、間違えた。何やってんだ俺。どうしよう、なーにやってんだろう、ばっかで。でとりあえずしょうがねえから、あー、覚醒状態も解除されちったよ。出す。まあとりあえずこの2個だけでもつけて、でこうすればいい。いや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 、マジあれはなんか安直すぎて逆に草。あ、だ自殺行為だからね、混乱の巻物カッパに向かって投げるとか。でなんかが起きてる？なんかお前起きたな。いいねー。あー、応援かなんかして動けるようになったかなんかか。でちょっと待って、とりあえずあいつだよね、あのデューリーみたいな名前ですよね、フォーリーか。さあどうしようかな。もうとりあえずこのフロアの探索じゃなくて目的は踏破になるから。いやでも寄り道ぐらいはできるのか。うーわうーわ、さすがに引くわ。でそんなことやってる間に桃柔らかくなってたわ、よく気づいたわ。でこうなると一回回復しといて、で吹き飛ばしてこの間に抜ける。99はちょっと引くね、しょっぱった。でまだ防御力的には足りてるというジャッジでいいかなっていうタイミングですね。で全然わかんないですね。で優勝。さてさて、まあとりあえずこうなっちゃった以上この壺はもう売却で、でまあデブータは山なりにホーミングして、本当は弓矢とか欲しいとこだけど。で出たところでまず黄色い草、睡眠草、
コウモリ。ワナケシか。ワナケシは悪くないっすよ。で、よいしょ。おー、マジか。マグマ食らって一発入れてまだ生きてんのかい。で、まあ素早さそうは拾わせていただいて、逃走用アイテムですね。あー、素早さ上がってんの邪魔くさ。やったぜ。で、そう、ヤンピーはね、なんだかんだで邪魔くせえことの方が多かったからね、過去経験上。さーて、どこかに癒しウサギがいるか。癒しウサギがいて、火山で食らったダメージを誰回復してあげたっていうのが一番分かりやすい流れよね。いやー、ここら辺戦ってもあんまり。お、牙の太刀12か。いいっすね。さて、本当はな、封印棒を使いたい、合成したいんだけど、封印棒だけで合成がちょっとあまりにもエレガントすぎてさ、ちょっと恐怖感というか、押せない卓になってんだよね。で、あのおにぎりはパクられるからまあいいとして、で、まあどっかで巡り会えたらいいなぐらいだな。で、さすがにだけど、合成の壺の中に土入れられるのはめちゃくちゃイラッとするぞ。あー、まずい。で、ラッキー、保存の壺3。おっとっとっと、ちょっと待てよ。どうしようかな、どうしようかな。こうかな。あー、そうよね、それはちょっと見えてたよね。一時しのぎ、一時しのぎ、一時しのぎ。あー、で、ここで一回足踏み。はい、ちょっと待って、あー、一時しのぎ飛んできた。奥にいたのもヤンピーかよ。いや、奥にいたのもヤンピーか。うわー、マジかー。ちょっとだけ期待してたんだよね、あの回。だから、あれはなんとかくぐり抜けたかったんだけど。いや、分かってたのよ。あの、もしも奥にいるのもヤンピーだったら、ダメだなーと思ったんだけど、まあひまがっぱとかそこら辺だべと思ったら、綺麗にヤンピーだったね。しかもツッコミが届くレンジ。うわー、せちがれー。いやー、風来の試練やってんなー。そう、うまくいかなくてこその風来の試練よ。いや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 、まあ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 、まあ、何もで、まあまあ、あそこら辺の杖とかはゆくゆく鑑定でもいいと思うから。いやー、でもな、なんかあれなんだよね、もう逃げるつもりでいいぞっていう運用は決意してるはずなんだけど、決意してからというものうまくいかんないなーっていう。ほんとよくできてる。あ、識別か。で、ふだやか、ふだやか。ちょっと待てよ、何も。あー、なるほど、そんな感じっすか。ハート型に鉄、
祝福だ。これは祝福だ。祝福はいいぞ。祝福で、魔法の跳ね返しなんだよな。だから1個は売っていいかな。で、鑑定しようにも鑑定するアイテムもなくなっちまったので、トカゲ斬り、おートカゲ斬りに魔法ですか。生き残れたら終盤のドラゴンのところとか普通に活躍してくれそうな編成ですね。いや間違えた。なので全然期待値は悪くないし、合成アイテムとしてもいい感じしますね。まあできれば早めの段階で保存とか手に入れたいんですけど、鑑定をするに値するアイテムが足らなくてですね。なんでもっとアイテムが手に入れていきたいはずなんですが、どんどんなぜかあの壺が増えていくというですね、謎現象が起きてますね。で草、まあここら辺だったら万が一強戦士とかでも死ぬことはないはずなので、よいしょ。なのでそれを生かして早めの鑑定したいですね。というわけで草飲みましょう。焦げ茶、目薬、紫、混乱草、カモメ、あメッキ、メッキ、もう普通に飲んどきゃよかったってやつですね。そろそろ混乱治らないですよね。で青い草、薬草。ちなみにここら辺のアイテムはこの後のマゼルンの合成で非常に欲しいですね。マゼルンの合成時に例えばですけど命の草とかいっぱいあったら一桁台フロアで HP150 とか狙えるはずなので、理論上。また壺ですよ。また壺ですか。鬼狼、銅の矢、鬼狼。今回プラス値は期待できそうですね。でちょっと倒した後にペンギンの巻物、真空切りで上のモンスターがやられると。で、こいつがいたみたいですね、小刀鉢なんで。また壺。あーでもあれですね、やまびこ校ですね。モンスターハウス。しかしこの序盤のモンスターハウスはくぐり抜けられる系のモンスターハウスになりがちなので、これはラッキーだったという評価が高い気がしますね。だってもうあと実際問題1体ですからね。おっと、まあつってもおっと、これで終わりで、高そうな壺に薬草。違うな、なんだこれ。鑑定して、とりあえず危ねえ。ややゲイズで杖、桃、ちょっと待てよ、どうしようかな。高そうな壺を割れるってことは、でこぼこな杖に薬草、腐ったおにぎり、あー変化ですね。でこれが変化ってのが分かったので、薄手のやつに、どうしようかな。薄緑の草、ちょっと待ってくださいよ、識別ですね。で卵型のに、オレンジ色の草。いやなんだこれ、
ずっと何でしょう、どれがどれかわからないっていう状態が続いちゃってはいるものの、遠距離アイテムも欲しいんですけどね。でもこれでゴツゴツしたが2個になったので、これが OK 保存。そう、これを引きたかった。なのでこれが保存と分かったので、この時点でどうしようかな。まあまあまあ、ここら辺全部バー入れて、で やり直し層をゲットしてるので、やり直し層自体はありがたいはずですよね。でお腹減ってますけど不安がないっすね。桃がなんだって、もうだっておにぎりがあってね、桃が3個もありますから。なのでとりあえず階段付近まで移動して、あ、やべ、階段付近まで移動して、ここの大フロアでできれば鑑定をしていきたいっすね。楓、あー、道具封印一応、身代わり、純粋な身代わりか。あ、身代わりの杖なんかはいいじゃないですかね。でこれどうしたらいいかわかんねえけど、あ、そっか、鹿の巻物も使えない。じゃあもうこれ2個とも使えないやつを使えない壺の中に入れて適当にどっかのタイミングで売り払おうぜ。で、ヒッコリー10ダメージ、10ダメージってなんだ、10ダメ、なんだろう、全然ピンとこねえ。毘沙門の札、爆睡で、できればもうちょっとな鑑定はしたいところではあるが、で、あー、そっか、これ残らねえのか。右ね、はい、おにぎり、なんかやたらおにぎりになるな。例えばこれ、たまたまか。で、まあ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 、こんな感じにして、よいしょ。で、まあ桃は柔らかくなるまで待って、でカワウソの巻物呼ぼうか。でお金、よいしょ。でよし、これでまあ飯食って、いやでも悪くはねえぞ。で稲荷の札、うわ、バーンドーン、稲荷の札は早めに鑑定してえな。あー、でもこれ飛び道具か。でまた杖、薬草、薬草ありがてえ、合成しようぜ。でやっぱね、基礎ベースは強くしときたいもんね。楓、なんだっけ、飛びつきで命の草とか落としていいんだよ。ピンク色の草、癒しそう、うわー、合ってた、合ってたよ、癒しそうで十分良かったわ。で鬼狼が中、鬼狼は確定でいいもんな、鬼狼運用で。まあ、これ以上にいい盾が早期で手に入り話変わるけど、これはどうやっても飛びつき使えないよね。そうなっちゃうもんな。で、うい、まあ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 、あとはどうせだったら低い階層の時点で袋駆除、素早さか。だから、あー、ない。素早さ。で、まあ、ワンパンで沈めて。さーて。で、お前か、稲荷。
レベル上がる？天使みたいのがある？天使。どうしようかな。身代わり振って攻撃頻度下げて、やめろ。空色の草。無敵層。無敵層はもっと違うところで巡り会いたかったよ。さあさあというところまでが現状かなというふうに思っているところでございます。というところでね、お時間いいところなので動画はここで一区切りとさせていただきまして、また次回動画もですね同じくこのままですね進んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。というわけで See you next time, stay tuned! バイバイ。